して誠にありがとうございます。いかがだったでしょうか。鹿島の伝統芸能である平方京一氏だとか、子どもたちのものすごかったと思います。またたくさんの、尺八三味線、おことの演奏がありました。これからも日本伝統芸能を継承することを、皆さんのご協力をお願いいたしまして、閉園のご挨拶をさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。皆様